マリエル・マーガレット・ハムはアメリカの女子サッカー選手。一般にはミア・ハムの名で知られる。サッカーアメリカ合衆国女子代表のメンバーとして17年間活躍した。女子サッカー史上最高選手のうちの一人と言われることがあり、2001年と2002年に FIFA フフ最優秀選手賞、2004年には FIFA100 フフにおいて意外なサッカー選手に選ばれた。夫は プロ野球選手のノマーガルシアパーラ。アメリカ空軍のパイロットの父ビルと、有名なバレリーナであった母、ステファニーの娘として、アラバマ州セルまで生まれた。幼少の頃は、父親の仕事の都合で、イタリアのフィレンツェなど海外を含めていくつかの土地を転々とし、最終的にテキサス州のウィチタフォールズに落ち着いた。5歳の時に、イタリアでサッカーボールに出会い、 アメリカに戻ってからすぐにサッカークラブに入った。その後、彼女の両親は二人の養子を引き取った。スポーツマンであった長男のギャレットに刺激され、スポーツに対して興味を持つようになる。12歳の時、中学校のアメリカンフットボールチームに入った。しかし、最終的にはサッカーに戻った。その後、バージニア州の北バージニア地域に転居し、レイクブラドック。 セカンダリースクールで高校生活を終えた。1987年、史上最年少の15歳で、サッカーアメリカ女子代表に選出されプレーをした。1989年、スポーツの名門校ノースカロライナ大学チャペルヒル校に入った。大学在籍時に仲間たちによってジョーダンというニックネームを付けられた。ジョーダンはかつてノースカロライナ大学のスターであった。 マイケル・ジョーダンに由来している。彼女はノースカロライナ大学のサッカークラブターヒールズを全米大学体育協会の全米学生選手権4連覇に導いた。彼女は全米及びアトランティックコーストカンファレンスの最優秀選手に大学4年間のうち3年間選ばれた。1991年アメリカ女子代表は 国際サッカー連盟が主催する女子ワールドカップ中国大会で初優勝を果たした。彼女のチームメイトにはミシェル・エーカーズやブランディ・チャステイン、クリスティン・ディリーが含まれていた。彼女はこの大会でフィファ女子ワールドカップにおけるアメリカ女子最年少優勝者となった。1993年ユニバーシアードアメリカ女子代表の一員としてプレー 中国に敗れ銀メダルで終わったが、6得点を上げ得点上となる。そして、大学を卒業。大学時代、アトランティックコーストカンファレンスの通算記録は103ゴール、72アシストであった。1994年に彼女は、大学時代の恋人でアメリカ海兵隊のパイロットであったクリスチアン・コーリーと結婚した。しかし、 お互いの仕事の関係でなかなか会うことができず、すれ違いの末、2001年に離婚した。1995年、アメリカ女子代表は、フィファ女子ワールドカップスウェーデン大会で、準決勝でノルウェーに敗れ、3位に終わった。1996年、アメリカ女子代表は、アトランタオリンピックにおいて、金メダルを獲得した。準決勝でノルウェーを破り、 決勝の中国戦では約8万人もの監修が会場のジョージア州アセンズに集まった。これは当時女子スポーツイベントでは史上最多の観客動員数であった。彼女はその実力と容姿から絶大な人気を得てナイキやナビスコ、ゲータレードなど様々なスポンサーに引っ張りだことなった。ナイキの CM ではマイケル・ジョーダンと共演したり、 また1999年に、オレゴン州のナイキ本社に建設されたビルには、ミアハムビルと名前が付けられた。1999年彼女とブランディ・チャスティン、ケイト・ソブレロ、ローリー・フェア、ティファニー・ミルブレットらが率いる代表チームは、再びフィファ女子、ワールドカップアメリカ大会で優勝した。優勝後に、チャスティンが行ったユニフォームを脱ぐパフォーマンスは、有名な出来事となった。 最終戦はアトランタオリンピックの決勝戦の時を超える9万人以上の人がローズボールに集まった。また一説には約4000万人ものアメリカ国民がテレビで試合の中継を見たと言われる。また同じ1999年にはミ基金を設立した。基金は骨髄の研究と女性のスポーツ振興に捧げられた。基金設立の動機は 彼女にスポーツ選手になるきっかけを与え、養子の兄弟関係であった兄のギャレットが再生不良性貧血という骨髄の病気で亡くなったためであった。2000年のシドニーオリンピックでは決勝でノルウェーに敗れ銀メダルに終わった。2001年アメリカで新たに誕生したウサに参加することになり、ワシントンフリーダムに入団した。当初、膝の怪我もあり、 思うような活躍ができなかったが、2002年に手術を行い、復調した。2003年はウサが財政難により最終年となったが、彼女の活躍もあり、ワシントンフリーダムはリーグ優勝を果たした。同年、母国アメリカで2度目の開催となった、フィファ女子ワールドカップアメリカ大会では、アメリカ女子代表チームは準決勝で、ビルギット・プリンツ率いるドイツ代表に敗れ、 3位に終わった。2003年、有名野球選手のノマーガルシア・パーラと再婚した。2004年5月、彼女は同年開催のアテネオリンピック終了後に引退することを発表した。ガルシア・パーラとの家族生活を始めることに興味があるとその理由を語った。引退までの残された時間を彼女は多くのファンと触れ合ったり、サインをして楽しんだ。 また2004年3月、彼女と彼女のチームメイトであったミシェル・エイカーズの二人は、FIFA の100周年を記念して開催された、式典、FIFA100 の中で、ペレが選んだ、偉大なサッカー選手125人に選出された。125人の中で、女性選手及びアメリカ人選手は、この二人だけであった。アテネオリンピックでは、彼女は再度アメリカ女子代表を金メダルへ導き、 さらに閉会式ではアメリカ選手団の旗手に選ばれた。彼女とチームメイトはオリンピック終了後アメリカ国内でお別れツアーを行った。その最終日である12月8日にはメキシコ女子代表との試合がカリフォルニア州カーソンで行われた。ゲームはアメリカが5対0で勝利し、彼女は1アシスト2ゴールであった。この試合のハーフタイムに 背番号の上にハムと入ったユニフォームから夫のせいであるガルシア・パラと入ったユニフォームに着替えた。長い間アメリカ代表キャプテンを務めたジュリー・ハウディとジョイ・ホーセットもハムと共にこのツアーで代表を引退した。ハムが引退までに積み重ねた国際大会での通算ゴール数はアビー・ワンバックに次ぐ世界第2位の158。 また通算のキャップ数276も同じ米国代表の女子選手であったクリスティン・リリーに、ついで世界第2位の記録である。ありがとうございます。